家で過ごすことが多く、運動不足と感じている方もいると思います。今日はそんな方に、お家の中でできる筋トレをご紹介します。足を肩幅に開いてください。1、2、3でかかとを上げて1、1キープ。1、2、3でかかとを下ろします。ここでのポイントは、ゆっくりとしたカウントで行う。かかとを上げた時に、お腹とお尻の穴をキュッと締める。 そうすることで、尿漏れを予防する骨盤底筋群という筋肉も鍛えることができます。ふらつく方は、椅子の背もたれを使ってもいいです。理想は1セット10回を1日3セットですが、そんな硬いことは言わず、料理をしているとき、お子さんの勉強を見ているとき、 奥さんの話に耳を傾けているときなど、ふと思い出したときに皆さんもしてみてくださいね。不要不急の外出を避け、お家での生活を少しでも楽しく過ごせるよう、私たちも応援しています。最後までご視聴ありがとうございました。